皆さんこんにちは。皆さんがこのチャンネルをご覧になっているということは、いつものように宇宙の謎解きをする時間が来たということですね。今から数年前、科学者たちはある謎の天体を発見しました。それは信じられないほど明るく、点滅の仕方が通常とはかなり異なる天体でした。これが一体何なのか、科学者たちには全く見当がついていません。この天体は天文学者が知っているどんなものとも違います。皆さんはこの宇宙の新しい謎のことや、科学者たちがどうやってそれを解明しようとしているのかについてもっと知りたいと思いませんか？それなら私たちの新しい動画をご覧ください。それでは始めましょう。宇宙にある謎の天体、判明している事実とは。2018年、科学者たちは宇宙からの奇妙な電波信号をキャッチしました。それはこれまでに知られているどんなものとも違って、1時間に3回ほど繰り返されました。この信号は30秒から60秒にわたり、電波帯域に明るい星となって輝きましたが、時にはそれよりも短く10秒から30秒間増光することもありました。信号は2018年1月3日から2月2日の間、ほぼ1ヶ月にわたって観測されました。その後信号は沈黙していましたが、2月28日に再び現れ、3月28日までの1ヶ月間にわたり再び観測されています。謎の信号は専門家を困惑させました。これは一体何だったのでしょう？宇宙には非常に強力な電波を発する天体がたくさんありますが、このような不思議な振る舞いをするものはありません。科学者たちが最初に考えたのは、パルサーという選択肢です。しかし、一般的にパルサーは、閃光の間隔が非常に短く、閃光自体も長くは続きません。例えば、1967年に発見された最初のパルサー、PSR-P1919+21 の場合、信号は 1.337 秒間隔で繰り返され、その継続時間は 0.04 秒です。また、長時間にわたって電波が沈黙し、点滅の継続時間や間隔に大きな変化が生じるというのは、パルサーにはあまり見られない特徴です。パルサーの場合はその逆で、時計で確認できるほどの明らかな反復があります。ですから、謎のシグナル発生源がパルサーだということはありえないのです。科学者たちは、ブラックホールにも目を向けました。ブラックホールの中には、硬着円盤から非常に強力な相対論的ジェットが放出されるものもあり、それは電波帯域でも観測することができます。しかし、謎の電波発生源の挙動は、この仮説にも当てはまりませんでした。あと考えられるとすれば、別の銀河の活動銀河核、つまりブラックホールの中でも超大質量ブラックホールと呼ばれる天体です。当初、この奇妙な天体の正確な位置は、その性質と同じく謎に包まれていました。しかし、科学者たちはこの天体が銀河系の中にあることにすぐに気づいたのです。新たな研究と古くからの謎。比較的最近、謎の電波信号に関する新たな研究結果が雑誌「ネイチャー」に発表されました。科学者たちはまずその発生源の特定に成功したのです。発生源は地球からおよそ4000光年の距離にあることが分かりました。銀河というスケールで見ればそれほど離れてはいません。そう考えるともっと早く発見されていなかったのが不思議なくらいです。また、この驚くべき電波発生源の正体について、科学者たちはいくつかの新たな仮説を立てています。例えば、ある説によると、異常なシグナルの出現にはマグネターが関与している可能性があるといいます。マグネターとは中性子星の一種であり、謎に包まれた非常に珍しい天体です。過去にはこのチャンネルの別の動画でも取り上げたことがありますが、動画を見逃した、あるいは内容を忘れたという方がいるかもしれませんので、ここで簡単におさらいしておきましょう。専門家がマグネターと呼ぶのは、中性子星の中でも非常に強力な磁場を持つ星です。マグネターの磁場は、惑星や通常の恒星と比べると桁違いに強力です。もし人間がこういった星の周辺にいるとしたら、文字通り血液中の鉄分が全て吸い出されることでしょう。
これまでに発見されているマグネターはそれほど多くありません。しかもその大半が地球からかなり離れた位置にあるため、ほとんど調査が進んでいません。ただ、今回の電波発生源の挙動はマグネターにしても典型的とは言い難いものです。単刀直入に言うと、発生源がマグネターである可能性が高いと専門家が推測する唯一の理由は、放射線の変更が非常に激しいからです。このことは強力な磁場が存在することを示しています。それ以外にマグネターを示す兆候は一切ありません。第一に、通常マグネターの回転速度はかなり速く、1回の自転に要する時間は2秒から10秒です。ですから、これと同じ間隔で閃光が繰り返されます。第二に、これが最も重要なのですが、マグネターが放出しているのは X 線に近いガンマ線であって、電波を放出しているのではありません。一方で、今回の天体は電波を発していて、しかもその中で明るく見えているのです。ということは、やはりマグネターとは関係がなさそうです。もしかすると、別の解釈を探す方がいいかもしれません。それと同時に、天文物理学の歴史の中で、同じような異常がなかったかどうかを振り返ってみるのもいいかもしれませんね。それを、これから皆さんとやってみたいと思います。科学の未解決問題について、自分なりの仮説を立てるのは面白いことには変わりありませんよね。パルサーはどこへ消える？電波やその他の放射線の発生源の中には定期的に消滅するものがあります。例えば数年前、科学者たちを大いに悩ませたのがパルサー PSRJ1906+0746 です。これはごく典型的な中性子星で、別のコンパクトな、しかし質量の大きなもう一つの中性子星、または白色矮星と共通の重心の周りを回っていました。いつも通り、変わったことはなかったのです。そう、ある日突然、PSRJ1906+0746 が姿を消すまでは。宇宙というのは、全体的にとても秩序のある場所であり、通常であれば、何かが消えたりするようなことはありません。ですから、科学者たちがこの現象に困惑したのも当然のことです。ただ、謎の答えはすぐに見つかりました。原因はパルサーの晩星にあることが判明したのです。晩星の重力の影響で、中性子星の自転軸は絶えず移動しています。パルサーは放射線を極から放出していますが、私たちがそれを観測するには、極が地球の正面に向いていなくてはなりません。PSRJ1906+0746 の場合は、極が地球の方向を向かなくなったのです。今回の電波発生源も、かなり大質量の衛星、または晩星を持つパルサーであり、2つの天体が共通の重心を中心に回っていると仮定できます。2つの天体の距離が小さいと、パルサーの軸が大きくずれてしまうため、パルサーが一定期間消えてしまうことがあるのです。ではそれ以外の異常についてはどうなのでしょう。少なくとも信号の周期が長いのは、先ほど挙げた大質量の衛星説を使えば十分に説明することができるでしょう。もしかすると、例えばブラックホールのような仮説上の天体が、その重力によって電波発生源に非常に大きな影響を与えることで自転を遅くしているのかもしれません。スケジュールを外れたイレギュラーな信号は通常のパルサーにも時々起こります。珍しいことには変わりありませんが、実際に起こり得ます。科学者たちはそういったバグのことをグリッチと呼んでいます。グリッチが起こる原因は完全には解明されていません。しかし、いずれにしてもこれは揺るぎない事実です。もしかするとグリッチは中性子星の内部で起き、高密度の外殻に定期的にひび割れを起こす非常に複雑なプロセスと何か関係あるのかもしれません。これで今回の動画を終わります。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけると嬉しいです。最後に、これは全体的にもっとシンプルな問題で、今回の電波発生源が実際には消えたわけでもなければ、丸1ヶ月沈黙していたわけでもないという可能性について指摘しておきましょう。単に科学者たちの機器に何らかの不具合があって記録できなかっただけという可能性もあります。もしそうだとしたら、もちろんとてもつまらない話ですが、残念ながら十分にあり得ることです。
皆さんはどう思いますか？コメント欄に書き込んでくださいね。チャンネル登録といいねをお願いします。この動画をお友達とシェアするのもお忘れなく。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。